はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、久しぶりにガンダムシリーズを紹介したいと思います。はい、で今回ご紹介するのはこちら、はい、プレミアムバンダイから出ましたガンダムコンバージ、ザク2、はい、こちらのね、最古作ですね。はい、最高作、めちゃくちゃかっこよさそう。いやこれはパーツもいっぱいあるからね。はい、こちらをね、今回は、開封してね、ご紹介したいと思います。はい、では早速ね、開封して、中のね、まあ、袋の状態とか見ていきましょう。シャオ！はい、開封し終わりました。はい、まずはね、ガム、はい、まあ、ガンダムコンバージシリーズは食ガムなんでね、はい、ガム、はい、で、こちら、まあ、包まれてますが、本体ですね、まあ、首はついてない本体、それと、まあ、ちょっとなんかプラモデルみたいなねランナーがいっぱいありますが、なんだろうね、まあ、おそらくバーニアかなんかかな。はい、はい、細かで、そのバーニアと、バックパックとかですかね。はい、はい、続いて、こちらは足ですね。足が、別の角度をつけるための足パーツが別で付属していると。でこれは多分何かしらの、武器用のアームですかね。はい、で、ザクマシンガンにバーツーカ、マシンガン、これは何だろうな。ここに、頭ですね、頭部。はい、で、専用の台座、はい、クリアパーツ、はい、で、説明書、はい、裏表でありますね。いやーこれは結構あるね。はい、ではね早速、組み立てて、完成の状態をね見ましょう。ありました。いや結構やっぱパーツ数が多いんでね結構苦労しましたが、はい、とりあえず本体を先にお見せします。はい、こちら、はい、サイコザクかっこいいわ。このね、一応金で塗装されているところがやっぱりねこうクオリティを高めてるような気がします。うん、やっぱいいね、こういう金を入れることによってほんとディテールアップしてるような気がする。お次が、バックパック、はい、こちらはねもうすでに武器を装備した状態で、はい、組み立てました。はい、
まあやっぱ武器を取り付けるアームでしたねこれはね、はい、でこのバックパックを取り付けるのに、元からあったね、こちらのバックパックノーマルのバックパックをこちらの穴が開いてるやつに変えました、はい、で、ここのアームの取り付け部についていたこちらのなんだろうねこれはね、うん、パーツを取り外してこのアームを取り付けると、はい、で、バーニアがこちらですね。いやもうごっついね本当。でバズーカが、本当はね3つつくんですがもうすでにこっちに1つつけてあるんでね、はい、まあこれはお好みで、はい、まあ、バズーカをねこのまま取り付けたまんま、こちらをもう1つあるねこちらのマシンガンを取り付けるっていうこともできますね、はい、いやすごい細かいわ作りが、はい、で、こちらがね、はい、途中でねバッテリーじゃない容量がねなくなっちゃって切れちゃいました、はい、続きなんですが、こちらがねもう一つの、足の部分ですね。こちらと取り替えるやつ。こちらはスパイクがついてますね。裏側にね。はい。で、こちらはついてない。はい。これを私は取り替えます。取り替えました、はい、そうすることによってね足が下向きに変わりますね、はい、まあ要は宙を飛んでいる感じになります、はいはい、という感じでねではね、これ台座ありますんで、全て取り付けて完成図見ていきましょう。な感じっていうのがやっぱ男心をくすぐるんですよね。いやこれはかっこいい。いやいいね。かっこいい。めっちゃ強そう。いやすっげえな。コンバージュ集めてる人からしたらねもう絶対これ買いですね、うん、まあ自分はね、最初の頃は買ってたんですけどね、最近はあんまめっきり買ってないです、はい、でもこれはねちょっと画像を見てねかっこいいと思ってね思わずポチっちゃいましたね、はい、いやこれはでもね、買って損はなかったかなって思います。はい、ということでね、今回は久々にガンダムの、フィギュアをご紹介させていただきました。はい、最後はね、回転台座で、回してお別れしたいと思います。皆さん、チャンネル登録と、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。では今日はこの辺でご視聴どうもありがとうございました。君は時の涙を見る。